でたまさんぽ。もみじまんじゅう、ある茶屋の娘のもみじのような可愛い手がヒントになって考案されたという。はあ、セクハラじゃん、キモ。訴えられるよ。なあ、可愛いお手々。セクハラじゃん、訴えられるよ。グレタマ YouTube チャンネルメンバーシップ物好きの会始まりました。グレタマの部屋をリニューアルして24時間配信中。チルってる音楽とともにいろんなグレタマを見れちゃいます。チャット欄とか覗きに行くかもしんないし、行かないかもしんないんだわ。ってどっちなのさ。他にもライブ配信のアーカイブが見れたり、メンバー限定の投稿が見れたりもしちゃいます。詳しくは概要欄をチェックしてね。物好きだねー。